ようこそ。家庭で学ぶデジタルシティズンシップへ。本教材はデジタルシティズンシップについて考え実践していく体験型ガイドブック。舞台は小学生から高校生までの3姉妹と父母の5人が暮らす鈴木家。デジタルの使い方は年齢、興味によってそれぞれです。保護者としてそれぞれに対してどのように話し合い向き合うか、子どもたちが置かれた状況や気持ちを理解した上で子どもと一緒に対話するワークにチャレンジしてみましょう。末っ子のマキは小学1年生。最近初めてのパソコンが学校から配られました。次女のアキは小学6年生。パソコン大好きっ子です。高校生の長女サキは最近買ってもらったばかりのスマホに夢中です。三姉妹を見守る父と母の2人には、自分たちが子供の頃には身近でなかったデジタル機器の使い方に少々戸惑いも、どのように子供たちに接したらよいかと不安を感じています。例えばこんな場面。デジタルを使う時間は決めるべき？おいしょ、おいしょ、はい、できた。見て、ほら、上手に描けたでしょ。わあ、すごい。で、あれ？やけに集中していると思ったら宿題じゃなくてお絵かきをして遊んでいたのか。仕事や家事で忙しいし、タブレットをいじってる時はおとなしくしてくれてるからついそのままにしているけど、本当にいいのかな。でもマキ、タブレットはお勉強に使うんじゃないの？この絵は飼育係のお仕事をみんなに紹介するために描いたんだよ。皆さんのパソコンが届いたよ。はい、どうぞ。パソコンはみんなの学びに使うために配りました。授業中だけでなく休み時間でも、例えば係のお仕事でパソコンで何か書いたり作ったりするのは皆さんの大事な学びですよ。て先生が言ってたもん。そうなんだ。そうは言ってもお絵かきは遊びじゃないの？子供が学びだと思っているのなら任せて使わせてもいいのかしら。ってことが昼間にあったのよ。マキはまだ自分で何でも判断できる年齢ではないからな。そういえばアキは毎日夜遅くまでパソコンにかかりきりのようだね。アキ、いつもパソコンで何やってるの？パソコン使って宿題やったり、学級新聞の文章を考えたり、写真を撮ったり、プログラミングもやってるよ。私、クラスのパソコン係だから、困ってる友達を助けたりもしてる。そんなにいろんなことできるのか。すごいね。でも、最近外で友達と遊んだりしてる？友達とも遊びたいけど、なんだかいろいろあって忙しいし、友達とはチャットで話せるから。パソコンを便利に使いこなしてるのは頼もしいけど、このままデジタルの世界にのめり込んでしまったら？使う時間を制限したり、ルールを決めて守らせたりした方がいいのかな。確かに秋は秋でパソコン使いすぎている気がするな。そういえば今日図書館で家庭で学ぶデジタルシティズンシップっていうガイドブックもらってきたんだった。何か参考になるかも。どれどれ。メディアバランスとウェルビーイング、どんな内容だろう。小学校低学年までは視覚的、聴覚的刺激への反応が強く、目の前にある対象をやり続けてしまうって書いてある。確かにマキもずっと動画を見続けているような時があるね。特に見通しや目的を持った行動ができるようになるにはまだ早いみたい。そうか、子供たちがパソコンを使っている時はたまに話しかけたり、遊びなのか学びなのか一緒に考えたりすることが必要なんだね。そうだね。動画やゲームは見てるだけ、遊んでいるだけではなく、それを
試したり作ったりといった使い方がこれからの大切な学びの一部になるってことか。確かにそうだね。僕は小学生の時ラジオを夢中で分解したりとか、元に戻せなくて怒られたけど、その後親父と一緒に直したりしてた。デジタルに限らず、身の回りのものの仕組みを試して知ろうとすることは楽しいし良い学びになると思う。子供が没頭したり試行錯誤するのもよくわかるな。でもどこかで自分にストップをかけたり気持ちを切り替えたりできるような基礎を作らないといけないね。使う時には一声かけてもらうようにしよう。マキがパソコンでしたいことを聞いた上で、困った時にはいつでも尋ねてもらえるようになるし、使っていい場所や時間を一緒に決めておくのもいいよね。例えば食事の時はパソコンは使わない、動画は1日に何分までとか。それもいいね。子供と話し合ってみましょう。子供は使う時や困った時は大人に言う。どんな時何に使ってみたいのかを考える。使い方の約束ややめる時の合図を決める。アキは今日学校の授業でこんなプリントを配られたんだって。親子で一緒に考えてくださいって書いてあるんだけど。へえ。お家の人と一緒に考えてみましょう。1、家ではどのメディアをどれくらいの時間使っていますか。それぞれどんないいところや課題がありますか。2、心身ともに健康的な生活を送るためにどのようなメディア利用のバランスが理想的でしょうか。3、自分でバランスを取るためにどのような工夫ができるでしょうか。なるほど。アキも最近パソコンでいろんなことしてるよね。いい使い方をしてるとは思うけど、ハマりすぎないかな。ママ友にも聞いたんだけど、やっぱり心配してるみたい。ガイドブックを見てみよう。同じテーマでも学年ごとに分かれてるんだね。小学校中学年からはこの章かな。勉強だけじゃなくて動画とかゲームなど、それぞれに興味にも個性が出てくる頃だし、知りたいことをネットで調べたり本を読んだり。デジタルメディアは子どもたちの生活を豊かにする、より身近で必要不可欠なものって。なるほどね。秋も学校での勉強ややりたいことのために自分でいろいろ考えながら使っているみたいだし、頭ごなしに禁止したり制限したら親子の壁を作ってしまうのかも。心配だからといって制限しすぎるのは良くないってことね。身近にいる私たち大人が良き使い手としてお手本になるか。不安もあるけど、ちゃんと話しながら信頼することが一番大事ってことかな。パソコンやタブレットだけではなく、あらゆるメディアを使う時間のバランスを考え、健康的に使いこなせるようになること、それがメディアバランスとウェルビーイング。私たちにとってもいい機会だし、一緒に考えてみようか。マキ、アキ、ちょっと来て。